観学は、鹿児島県市菊式の市と薩摩仙台市の境に、そびえる山である。東西に伸びる稜線に沿って、西学、中岳、東岳が連なる。西学山頂の上宮ほこらから、東シナ海、霧島山、桜島、海門岳などを一望できる。真の死者女福が訪れたとする伝説があり、中世には、長方院をはじめとして、 多数の寺社を要する霊山であった。西学、中岳、東学にはそれぞれ、熊の権限を誕生した神社があり、漢学三所権限と呼ばれる。中心与から、先進与にかけて活動した古い火山の跡であり、主として、安山岩からなる。三名の由来には、以下の三節がある。長宝院雷雨記によると、六世紀後半に、陽明天皇が、 蘇我馬子に命じて、東学、中岳、西学のそれぞれに社を立てさせ、東学には直眼寺として交流寺を設けたとされる。平安時代中期に、ア丸仙人が、頂きポイを解散した。中世において、長ポ院は17の末寺を抱え、南九州における重要な学問中心地の一つであった。島津氏の信仰を受け、1478年と、 その翌年に、慶安玄氏が訪れている。しかしながら廃物希釈により、明治2年に廃止された。漢学は、金峰山と喧嘩をしたという伝説があり、金峰山が投げた材木に当たったため漢学の肩が低くなり、一方、漢学がすすきの穂で目を射いたため金峰山は固めになったと言われる。なお、金峰山と野間学との間にも、 同様の伝説がある。カンヌリダケン、松本達郎ほか、日本地方地質市九州地方、p 二百九十七朝倉書店、九百七十三年 ABCD、三国名小図へ、串木の仕教都市、ピアニッシも、六十一から七百六十三 AB、串木の仕教都市、ピアニッシも、十八から七十九 AB、九州の山と、 伝説総集編ハット ABC 串木の指教都市ピアニッシモ935から953ありがとうございます